战！
Yeah.
旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子、何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルティシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが来るまで待ってんだろ。ドロット、
よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。ダメだな、こいつが外の厳しさが。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。ほれ、頭いき。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい、せーの。ほんとないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。だ、しょうがないでしょ。なんと幸先の悪い。グラディオ頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプト離してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。いい子に席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感やでしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。
待ってたよ。どれが王子？はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。君軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘、ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。あ、まあ。親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。王子、この辺りは初めてだよね。地図あげるから、いろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。
あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。イグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？いらっしゃいませ。ありがとうございました。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文無しか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。いらっしゃいませ。今日はどうするんだ。俺が知ってるのは。強敵たちだ。気をつけてな。よう、調子はどうだ。ここら辺のことなら聞いてくれ。わかった。いただきます。これなら再現できそうだな。食いすぎは毒だぞ。レスタルムまで出てもいいかもな。展望公園があるだろう。どうだ、少しは食べやすいんじゃないか。いや、色がやばいし。こちらはドレスのお仕立て専門店、オルティシエのビビアンが制作中です。ノクト、あれ一緒に見ない？なんだ。休むか。
あや。おう。ほっ。よっ。あれ？まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練、やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないからじいじには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。Thank you.
行くか。グラディオ、行くぞ。おいよ。まずはこいつらやるぞ。乗り。よし、次の地点へ向かおう。右方向、敵が複数いるぞ。サンキュさっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたら、ガーディナで船ね。
こいつらで最後だ。射抜くなよ。ノクト、シフトブレイクで敵のガードを崩せ。ノクト、うまいことやるじゃねえか。問題ないだ。調子いいじゃねえか。当然これで満足だろ。よし、終わったな。あれ、電話。はい、シドニーだけど、胎児は順調？ああ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋。ああ、わかった、見てみる。なんだって？デイブってやつ探してた。行方不明なの？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。これかぶられたら、ノクト！ああ、ブラッド、待ってました。うおりゃ、息合ってる。調子いいじゃねえか。まあな。油断したな。おりゃ、無事だな。行くぞ。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。
おい、プロンプト、足滑らせんなよ。どう、エグニス、遅れるなよ。お前の背中は俺が守る。頼りにしとくわ。うわ、無事に済んだ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。あ、一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割を持つ。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついてる。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。今日はここまでだな。ここでいいか。よし、テント張るぞ。俺の技かっこいい。ワープできるとか反則だよね。しっかりやられてんじゃねえか。大丈夫だったか、ノクト。取ってないで助けろよ。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。
です。そうだな。Thank you.